スプリング軍区はアメリカが州国ペンシルベニア州南東部のバークス郡のタウンシップである。2010年の国勢調査での人口は27,119人だった。バークス郡の中では郡庁所在地のレディング市に次いで人口第2位の自治体である。ペンシルベニア州内には他にも4つのスプリングタウンシップが存在している。1850年。 カクウムルタウンシップは面積3万3000エーカーであり人口は3853人と軍内ではレディングの次に人口の多い地区だったこの地域では面積最大のタウンシップだったその前の10年間でカクウムルが広かったのでこれを2つに分けようという試みが2度行われたが成立しなかった1850年に3度目の分割の試みがあった その請願書では分割線を以前よりも西側に置き、ハリスバーグ橋に始まり、南のランカスター軍との軍境に伸ばし、ブレックノックタウンシップの隅に至るものだった。これはタウンシップの納税者わずか45人によって記されたものだった。裁判所は提案された分割の妥当性を評価するコミッショナーとして、アーロン・オルブライト、リチャード・ブーン、 マイケル・ケイボヤーの3人を指名した。これらコミッショナーは、カクームル・タウンシップを検討し、新しく、スプリングという名前で指定するタウンシップに、西部の土地を分けることを推奨した。この名城はこの地域の中心部にある大きな清水泉から来ていた。地下の石灰岩に割れ目があったので、泉は定期的に現れたり消えたりしていた。泉を 日々の引用に使っていた初期の開拓者は沈む泉と呼んでいた。タウンシップの分割線は1万5000エーカーほどの土地を囲むように決められた。1850年8月5日にこの境界を決める報告書が提出された。裁判所はその報告書を11月23日に確認し、スプリングタウンシップと呼ぶ新しいタウンシップを結成させた。 ワーツの屋根付け橋は1978年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、領域全面積は18.3平方マイルであり、このうち陸地18.2平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.22%である北東は、スクーカル川に近く南西のランカスター郡。 境まで広い範囲にあるので、その地形もかなり多様である。街の大半はスクーカル川に排水され、南西端のみがサスケ花川流域にあって、コーンストーガ川を介して排水される。北部の大半は標高が低いのに対し、南西部の多くは山勝ちである。カクウジングクリークが北西の自然の境界となり、タルペ北堅クリークに注ぎ、それが、 北東の自然の境界となる。隣接する、タウンシップ隣接する、ボロスプリングタウンシップ内を通る、主要道路は、アメリカ国道222号線、道422号線、ペンシルベニア州道724号線がある。国道222号線と州道724号線は、スプリングタウンシップの中で交差し、222号線と422号線は、 ワイオミッシングで724号線と422号線はシンキングスプリングで交差する。222号線と422号線は北東に進み、ワイオミッシングの中ではウォーレン通りバイパスとなり、その後ペンシルベニア州道12号線、国道222号線、道422号線に分かれる。222号線は北西に進んでアウターバイパスとなり、 北東に転じて、タルベ北ンクリークを越え、メイドンクリークタウンシップとアレンタウンになる。国道222号線は南に進んで、週間高速道路76号線やランカスターへの高速道路となる。その他重要な地方道路として、ジャペルヒル道路、フリッツタウン道路、グリングスヒル道路、ペーパーミル道路、ステートヒル道路、バンリード道路、バインモント道路がある。 スプリングタウンシップの中の未編入の街としては、コロニーパーク、フリッツタウン、リンカーンパーク、モーンズヒル、モンテロ、モントローズマナー、スプリングリッチ、スプリングモント、バンリードミルズ、バインモント、ウェストワイオミッシング、ホイットフィールド、ミルシャヤがある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スプリングタウンシップには多くの商業パークがある。 レディング市の西部郊外であるワイオミッシングには、主要小売地区が共有され、バークシャイアーモールから北と西に広がる多くのパワーセンターやレストランがある。北はアメリカ国土222号線近くのスプリングリッジドライブ出口に広がる。スプリングタウンシップには、ペンシルベニア州立大学バークス校があり、4年生教育と、純学士学位を提供し、また資格付与コースもある。 アウターバイパスのブロードキャスティング道路出口に近い北東隅にある公共教育はウィルソン教育学区が管轄している。ありがとうございます。